だいぶ山ん中来たぞ。ちょっと怖くなってきたぞ。よし、今夜泊まるのはランプの宿、まさに秘境青鬼温泉。串に刺さった魚、時代劇みたいだよね。知ってる？背中から噛むんだよ。なんか侍になった気分だよね。俺は浴衣が似合わないとか言わないで。分かってるから。部屋もさ、ランプだけなの。でもね、字が全く読めない。暗いの。温泉です。この温泉ね、戦前からあるらしいよ。これがあの伝説の混浴ですよ。混浴ってまだ存在するんだね。しかし女性はおろか誰もいない。残念でした。期待外れ。はい、今回の旅館ポイントは2つ。まず温泉が4箇所もある。それからインターネットがつながりません、山の中なので。ということで、温泉が好きな人とデジタルデトックスがしたい人におすすめです。